前回のサンドンチ、前回の動画ではこの靴下編んだよね、かわいい、完成してます。ということで今回の動画スタート。サンドです。どうもです。方言で編み物やっていきたいと思います。出してる、広げてる、ミルフィム、前に買ってきたやつね、もうね、動画待ちきれなくて、連休中にね、グラウニースクエア、編んで、あ、グラウニーじゃない、グラニースクエア、忘れないようにしよう。グラニースクエアを編んでみたくって、やってだったの。でもね、これ見て、こう、どういうのに、どういうのに、あ、違う、どういう糸でグラニースクエアを編めば可愛いのできるかっていうのが想像ついてなかった。ごちゃごちゃしちゃって、こうね、センスのかけらが見当たらないし、大きさもね、なんか糸の太さ若干違うのかな？揃わない。あのね、気をつけてやったんだけど、大きさなんかこれは合ってっかな、なんか揃わなくって大きくなったり小さくなったり、これはね、私のね、まだスキルが足りない状態こうもうちょっとさ、もっと可愛いの編みたいなって思って、これはね、一旦置いとくね、コースターにするからで、このあ、ちょっともうちょっとこうすればいいよっていう案があったら、このね、教えてください。もしも上級者のかぎ針編み、上級者じゃなくても何でもいい、こういう風にやると可愛いよっていうのがあったら、もしよかったらね、暇だったら教えてほしい。でね、やっぱりこれ、ね、これソックヤーンって書いてるじゃんみたいな、気づいた。え、靴下書いて買ってきた時に気づいたけど、あれソックヤーンなんだなーっていうのを考えて、靴下やっぱ編まないでさ、可愛いの靴下編みでーなーって可愛いと思ったのね。でね、でそう思ってたら、サンドさんの編んだね、ミルフィムでね、編んだ靴下を履く妄想するとかって言うからさ、っていう人いたのよし、乗ったその妄想を叶えようではないかって言って、でもね、ほら、なんだろう、めっちゃ可愛いのを作りたいって思いながら編んだんだ。編んで、ほら、そして今ね、この辺可愛いでしょ？なんかね、ほんと可愛い。ねえ、このまださ、ちゃんと編めるかどうかも、このミルフィムで編むのも初めてなのに、こう、しましまにしてみた。まだちょっとこの辺糸処理、あれだからだけど、しましまにしてみたの。そしたら、なんかね、宝石箱や、みたいなね、可愛い感じのところ的で、ウキウキしながら編んでったら、なんかこの辺に来て、雲行き怪しくなってきて、あれ、黄色とさ、赤だな、って、昔こういう、なんつうの、マットみたいなの見たことあんな、みたいな、ないかな。大昔、あった、こういうマット。ね、あったのよ。うちにはね、うちの実家にはありました、みたいなね、マットみたいな色だけど、でもね、やっぱ可愛い。ほら、可愛いでしょ？え、うずってる？可愛く。可愛くうずってる？ね、だからね、しましまでいいかなって。なんかね、これとこれ合わせっかなとか思ったけど、ちょっと出来心で、これとこれいいんじゃないなんてね、試したら、可愛いなって思った。で、編んでる。ね。妄想するのに、もうちょっと可愛いのがいいなーっていうご要望ございましたら、全書します、みたいな。つってね。実はね、いつものことなんだけど、片方もう出来上がってる。可愛くってさ、可愛いでしょ？これも。ね。ね、可愛いのよ。
もうね、立ったり座ったりしてカメラにちゃんと映ってっか確かめてるから、声の大きさ大きかったりちっちゃかったりするのは許してねってかわいいね。履いてみたらあのね、ぴったりだった。もうぴったりなように編んでるんだけど、あのね、なんつうんだろう、あれ、なんだったっけ、オパールの毛糸みたいな感じじゃない。太めのね、糸が太めだし、アクリルだから、なんかどうかなと思ったけど、なんかね、結構ぴっちりに、私の足のサイズにぴっちりに編んだら、ものすごいフィット感でね、気持ちいいわ、これって思った。でね、このね、こっち側の、ここでね、あの、始まり、編み出しのところでしましまにしてる。なんかしましまがずれないようにとかいろいろなんかあるみたいだけど、私はまだそこまで至ってない。だんだんね、もっとこのしましま慣れてきたらやろうと思う。もう今からやれよっていうね、お叱り受けそうですけれども叱らない。徐々に徐々にやっていくから、なんか一気に覚えられないからさ。でもね、履いた感じね、あんまり気にならないっけ。ほな、私、お肌、鈍感だから、あんまりね、こういう、ポコってなっても気にならない。ねえ、そう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 。なんか人間的にも鈍感だし、足、皮膚も鈍感だから、大丈夫。で、もうね、これ、ほんと、ミルフィムっていいなーって思ったのよ。多分ね、3個もあれば、3個あれば、作れるって書いてあるから、コスパ最強じゃないみたいなね。これで編んで、いろいろ組み合わせ楽しみたいなと思って、そうそう、この間ね、なんだっけ、100均に行ったよって話したかなーって思うんだけど、もう忘れちゃってっけど、行ったの。行って、ミルフィムね。違う色も、ちょっと3個だけ買ってきちゃった。また。これと、これ。3個。そんなにいっぱいいつも買うとさ、毛糸だらけになっていっぱい編むものにね。嬉しい悲鳴なんだけどね。いっぱい編みたいものが増えるの。気になって気になって編みかけばっかり作っちゃうから、3個、この3個を厳選してきました。で、このね、8番ってやつ、確かね、8番っていうやつが可愛いよって聞いてだった、あるかなと思ったら、ラスト1個だったの。ゲットしちゃいました。これも使いたい。可愛いね、綺麗だね。いい色だ。これ他で見つけたら貸したい。これはね、奇抜だなーって、派手だなーって思ったんだけど、いいんじゃない?こうたまには、こういう派手な、なんかちょっと、ね、かわいいな。これで、なんつうんだろう、ここ、ハンドウォーマーじゃなくて、リストバンドじゃないけど、なんか、なんて言っていいかわかんないけど、何か見てえなって思ってることは確か。だからね、これもね、編んで、いやー、靴下になるかもしんない。まあね、無計画。だから3個だけ買ってきたの。あ、そうそうそう。同じこと。で、これをミルフィム買った時に見っけたのさ。これ、ね。初めて見た。こんなのあったんだね。なんかさ、14番ってことは1からあるってことだよね。かわいいの乗ってて、知らなかったわって思って。これ、五章産業が出してるやつなんだね。カニバリとかも、これ、ちょっと、ごめん。ほんとみんなは知ってんのかもしんない。今気づいた。五章産業で検索すると、編み方動画がインターネットで無料で見られるよ。マジか、知らねかった。私ね、細かいところまでちゃんと見てないの。かわいいよね。かわいいんだけど、編みたいな。これ、かぎ針かな。
ちょっと他のさ、1から13まではあるはずじゃん？他のやつもね。見つけたら、見つけたい。問い合わせ、バックナンバーをお伝えくださいとか書いてあるね。なんか、どうにかして帰るのかな？なんか、本、売ってんの？あのね、ネットで探すよりも問い合わせないで、セリアに行って見つけたいっていうさ、なんかこう、なんだろう、原品をその場で見つけたい、やった、これなの、みたいなのの方が、なんかクエスト系っていうかさ、そういうのの方がワクワクするんだけど、ダイソーとかでも、毛糸まとめて注文できたりするよね。なんかそういうのって、いいと思う。すごくいいと思うんだけど、変だなって思われるかもしんないけど、あれなの。自分でね、探して、見つけて、ああ、やったーって、手に入れたいなーって思うんだ。いや、本当にどうしても欲しかったらね、頼むと思うんだけどね。財、取っててください、色はって。なんかね、そういうことないかな。でね、結構みんなさ、いろんな毛糸使ってるじゃん。100均のさ、毛糸でも、いろんな種類あるでしょ？名前を聞いても、私ね、調べないとわかんない。そこまでね、ちゃんと見てなかった。ほら、私が編むのって棒針が多いから、ね、ほとんど棒針だからね、かぎ針でなんか編みやすそうな糸とかってあんまり見てなかったのよ。だからね、それでね、糸の種類とかね、教えてもらって、この糸使ってるよとかって聞くと、見るきっかけになってよかった。こういうピカピカのあんのかとかさ、やっぱりね、かぎ針で編んでみたいって思ってからは、注意して見るようになった。でね、ここね、本当はね、自分の中ではね、もう足首のところまで編んでたつもりで今動画撮影し始めて、今ここだなって、難しいところに来てんじゃんと思って今さ動画撮りながらどうしたらいいんだろうって今なってる。最初ね、26目でやってみたら、26目だと大きくって、22目でやってる。ここもね、最初、すみません。くしゃみが止まらなくて、くしゃみしてきた。5連発ぐらいした。何回も出るタイプ。あるよね、一発でさ、ヘキショーンって決まる人とさ、なんだろう、いつまで経っても何回も連続でさ、くしゃみしちゃう人。私ね、連続でくしゃみしちゃう人。ヘキショーン、ヘキショーンね、何回もやっちゃう人なのよ。辛い。ね、一発でやる人とさ、すんごいでっかい声で、ヘクションってやるでしょ？だから旦那さんとかね、そのタイプ。もうね、前置きもなくさ、ヘクションってでっかい声でやられるから、もうビクッつって、ビクッってなるよね。びっくりしすぎてさ、ちょっとやって怒りたくなるの。大きい声出さないで、とかって。仕方ない。生理現象だから仕方ないんだけど、すんごいびっくりすんの。もう、寿命縮まるっつうのとかってね、言ってる。結構ね、いるよね。男の人とか、大きい声でヘクションってやるでしょ？私はね、何回も、一発でね、ヘクションってやれれば、きっとね、すっごいすっきりするんだと思うんだけど、一発で出せないんだよね。なんか、しつこいくらい。ね。こうやって、足の編み方さ、おかしいかもしんない。ちょっと画面、いつも通りさ、画面見ないように、画面見ないようにしててね。なんか間違って、靴下編むのさ、ね、こう、いっぱい編んでるけど、いっぱいっていうかさ、こうね、多分ね、10枚ぐらい、待ち継ぎ靴下編み始めで、10足ぐらい、多分ね、編んでっても、
今これ何番何番かな、ちょっとカウントしてなかったけど編んでるけど、まあねこう人前で編むっていうのはね緊張するし、間違ってこそこ違うんじゃないとかっていうのをねチェックされるとさ、私ねどっちかっていうと試験とかに弱い、 見られてる時にやるの弱いんだ。だからね見ないでね、いつも通りね画面はいらないよっていうスタンスで楽しんでいただけると今回嬉しいです。いつもね画面見てないでしょとかって言ってけど、今回はマジでそんな感じね。本番に弱いタイプ、すごい練習して練習してイメージトレーニングして本番ね決まらないの、ほんと。私実は車の免許も持ってっけど、中型のバイクのね免許も持ってんの。大人になって結婚してね、から子供たち小学校とかに行ってる間になんか取ってみたいなと思ってね、風になりたいなと私も風になってみたいなとか思ってバイクの免許を取りにね教習所に通ったことがあるんだ。なんでかってね、旦那さんがあれ違う違う違ういいんだな、旦那さんが乗るんだって乗せてもらったりなんかしてだったからね、私も自分で乗ってみたいなと思ったんだけど、旦那さんにね、いやーお前は無理だよみたいな、免許取れないよみたいに言われたの。多分ね鈍いから、運動神経あんまり良くないから旦那さんにそう言われたの ね。それがなんか知らないその時ね、なんだとって、いよいよ私だって取れるもんみたいなね、なんかわかんないけどその当時思ったの。バカにしてるでしょ、私だってねバイクの免許ぐらい取れますみたいなさ、売り言葉に買い言葉みたいになっちゃって、なんかね教習所に結局通うことになったの。もちろんね乗ってみたかったからね、一緒に行けたらいいなとかねちょっと思って、その時ね教習所に通いましたね。教習所、私ほらバイクとかよくわかんないまま通うしね、なんか知らないけど行くことになったって感じでさ、不可抗力なんだけど、ヘルメットとかって自分で持っていくんですよ。仮でもいいんだけど、誰が被ったかわかんないヘルメットとか、被りたくないじゃん。知らない人が、ね、知らないね、人が。その当時まだ私も悪いんじゃないの。悪かったんじゃないよ。ちょっと待って。ね、バイク乗って悪かったとか言うと誤解受けるけど、その当時私はまだ若かったの。だから、なんか知らないおっさんとかが被ったヘルメットとかは被りたくないなと思って、旦那さんにヘルメットを借りて、教習所にね、頼もうみたいな。今日から免許取りに来ましたみたいにして、行ったわけ。ね、行ったらさ、旦那さんに借りてったヘルメットっていうのが、結構なんかバイクなんか乗る人たちが、ね、ちゃんと被るやつらしくって、で、なんつだろう、ベテランっぽい風情に見えたみたいなの、その持ってるヘルメットとかから見てね。で、なんだろう、初めて行った時に、その免許を取りに来てた若いお兄ちゃん、若いお兄ちゃんっていうかね、もう高校卒業したてみたいな、若いお兄ちゃんたちも同じようにね教習所に来てで、同じように取るのだったのね、取るのだったみたい、取りに来てだったみたいで、私が行った姿を見て
もうあのね、ベテラン、大型の免許取りに来たんじゃないかって勘違いしたみたいで、あ、大型は取るんですかみたいに言われて、いやいやいや、中型の初めて取るんだよ、なんて、ああ、そうですか、とかって言われて、もうなんかベテランに見えるんだな、やっぱ年もあるしな、とかってヘルメットもあるしな、って思って、同じくさ、教習スタートするわけですよ。ね、その時さ、ね、そのお兄ちゃんたち、最初からもね、あの、バイクで練習だったのね。なのに、私さ、その時30何歳だったのかな？ね、そんな年にさ、行ったでしょ？だからね、教習所の先生がね、言うわけ。あの、サンドさんって、自転車乗ったことありますか？って。それはありますよって、自転車ぐらい乗りますよって、乗れますか？って聞かれて、はい。原付きのバイクとか、ね、原チャリ乗ったことありますかって、いや、ないですって言ったら、あの、バイクの免許ね、取りに行ったのに、原付きのバイクから練習始まってんの。え？って、みんな、あの、同じくスタートなのに、私は、一番最初にね、原付きのバイクまず乗ってみましょうって言われて、スクーターから練習させられてんの。もうね、先生ね、見た瞬間に分かったんだろうね。この人鈍いんじゃないかなって。運動神経鈍そうだなって思ったのかもしんない。もう、同じように言ったのにさ、若者たちも最初からね、バイク、ね、またがって、もうこう練習し始めてんのに、もうこれね、私だけね、ちょっと待って、喋りながら言って、私だけスクーター、真っ赤なスクーターに乗ってね、ピーンって、教習所の校内に、ね、走らせられんの。もう。しかもね。しかも、その若い子たちは、着たまんまの普通の服のまま、ゼッケンとかね、何番のゼッケンとかってのはつけてんだけど、普通の私服のまま、自分たちが着てきた服のまま。私はね、スクーター乗るのに、膝とかにね、サポーターさせられてんの。あ、プロテクター、サポーターじゃない。プロテクター。え？って。もうね、肘にも、膝にも、ね、プロテクターを判明させられて、あれでしょ、あの、ローラースケートとかさ。子供がさ、ローラースケートとか、あとスケートボードとかさ、するときに、はめるやつ。ね、ヘルメットもして、ね、もうね、あ、え？っていう。もう、普通にさ、教習所の中走るのに、モトクロスとかやる人みたいな装備にさせられてね、スクーターに乗った。もうね、恥ずかしめを受けだった。ね、そんなでね、ね、言ってたんだよ。それで、なかなかね、うまくできなくってさ、今思い出しても涙出そうなんだけど、ハンコもらえなくて、ね、1時間、2時間とか乗って、家に帰ってきてね、私にはできないって、なんで私には運転うまくできないんだってね、家に帰ってきてね、子供たち学校に行ってから、メソメソって泣いてたから。ダメな、私ってダメな人間って言いながら。そんなことがあった。ね、あ、もうちゃんとね、免許は取れたったよ。ね、もう一人ね、私みたいにね、ちょっとこう、あんまり運動神経良くなさそうな人、女の人も入ってて、その人が取る免許つかその教習に来るときはみんなにね、気をつけてねって言ってたっけ。なんとかさんが来るから今日は気をつけて運転してくださいねとか言ってたったっけ。それ聞いたのね。そう言われだったんだけど、きっとね、私が教習に来るときもみんなにね言ってたと思う。サンドさん、今日はサンドさんが教習に来るので皆さん気をつけてくださいね、とかね。だってね、もうね、Uターンとかね、
バイクでね、小回り利かせで U ターン度はね、危ない。フェンスに激突とか冗談だと思うでしょ。あるの、狭いところでね、U ターンしようと思うと曲がりきれなくてね、ガシャーンとかね、もうね、あった。もう、怪我しながらね、やってたから。やばいよね、鈍いんだ。ね。でもね、ちゃんと免許取ってからは、ガシャーンとかはないよ、もちろん。教習所のバイクだから、自分にはね、痛みはないからさ、壊した。ゆっくり、危ないからゆっくり走りすぎて、ゆっくり転んでくタイプ。なんかね、そんな風にしてね、免許取った。だからね、免許取ったのがゴールで、あんまりね、ちゃんと自分でね、行動を走ったことってない。免許取り立ての1年か2年ぐらいは、ツーリングだとかって言ってたけど、言ってない、もう。なんかね、トラウマ。まあ、トラウマいっぱいあるからさ、あってね、ほんと。危なくてしょうがねえなとかって思ったもん。教習所に行ってた時の、その若いお兄ちゃんっていうかね、たまにしか来れないみたいで、免許を結局取れたのが、同じ免許センターに行く日が同じような日で、ああ、無事に免許取れたんですねって言われた。免許センターでね、たまたま偶然その人も試験というか、免許の書き換えにね、書き換えっていうかさ、免許を書き換えるときにね、偶然会って、その人にね、言われた。ああ、ちゃんと、サンドさん、ちゃんと免許取れたんですね。よかったですね。おめでとうございます。って、同じ立場じゃんって。その人だって一緒に通って、同じときに、免許書き換えに行けたのに、なんかね、言われた。おめでとうございます。ありがとうって。無事に取れてありがとうって言ったら。だってほんとね、頑張ってくださいとかね、言われてだったからね、頑張ってくださいって。同じ立場だぞって。お前も頑張れって言いたかったけどさ。まあ、いい子だったな。うん。なんか息子みたいな歳の子にね、言われてだった。そんなことがあったなって、なんでこんなこと思い出した私さ、ダメ、なんで私これ今思い出したの？免許の話なんて悲しい思い出しかない。免許取りに行ってた時なんてね、ほんと悲しい思い出しかない。思い出すとね、涙出るもん。辛すぎで。お金をね、かけて免許ね、取りに行って辛い思いしてきたんだ。はい、ちょっと、かかと喋りながらだけど、間違ってないかな、心配。滑り目をしながら、言ってるよ。こんね、やばくないっす。これやりながらも喋れるようになっちゃった。もうね、最強じゃないね、つって。だって本当に。知ってる？もうね、かかとのね、この、滑り目っていうかのところね、やっちゃったよ。うわぁ。このまま、私、足首のところまでいけるかもしれない。何分喋ったかな、これやんのに。大丈夫かな。なんか、ちょっとね、教習所の話したことは覚えてんだけど、面白い話だったが、なんか、ちゃんと聞くに耐え難い話とかしてないかな。大丈夫かな。心配。ああ、もうね。そんなね、結構ね、前はね、引きこもりじゃなかった、アクティブだったのし、働いてる時、土日とかしかね、休みの日しか教習所通えなかったけど、それでもね、やってたんだよ。アウトドアな人間。焼肉に行こうぜ、みたいなね、旦那さんとか子供たちと一緒にね、どれちょっと危な外しちゃった。行ってだったし、
こっちだから、ん？ちょっと待って、にしろハート、しろハート、あ、いいんだ。ね、靴下さ、たくさん編んでる人とかは、もうね、それ違うんじゃないとかっていうのを気づくかもしれないし、ちょっとここら辺オリジナルになってるような気がする。まあ、それはそれ。ここから、今度、かかとの部分を終わったってことにして、なんか拾いながら、こうだから、次はこっちの色。ここは最後の糸処理の時にさ、なんとかでいいんじゃないかななんて思ってっけど、どうかな。皆さんは、あれ？で、都会の人がさ、車の免許とかも取らないでしょ？あの電車でさ、全部いいんだもんね。羨ましい。私なんてほんと電車とかね、乗んないから、全然わかんないの。で、いつから乗ってないかな。電車一人で乗れないと思う。しかもね、こっちのね、地方の電車、ね、地方の電車って、なんだろう、自分でさ、ドア開けたりするらしいの。ボタンを押して。だからね、そんなのどうやって押すのかもわかんないから、降りれるか、もう自信ない。電車の乗り方はわかんない。新幹線は前も言ったことあるけど、ほんと緊張するし、乗れないかもしんないな。バスも乗ってない。自分で車で運転するからさ。ねえ、最近ね、ほんと、週に1回、2回乗ればいいっていうくらいで、ほとんど運転してなくなっちゃったから、やばいよ。踏み間違いしないように気をつけなきゃいけないなぁと思ってる。たまにちゃんとね、車を動かしてあげないといけないから。こんな感じで、なんかさ、せっかく、本当はこの足首のとこからね、喋ろうと思ってだったのに、ここで、結構喋っちゃった。なんかもうね、何分喋ってんの？ 20 分以上喋ってるかもしれない。20分以上かけてね、かかとやってるってことよ。この22目の。はい、ちょ、ガチってなんだね。これ外したい。22目。あれ？ちょっと、なんだ？この隙間ね、私どうしてもさ、ここ隙間できちゃうから、なんとか糸をうまく拾えたらいいなって思う。こういうのもさ、他のね、動画、いっぱいさ、靴下編んでる人の動画見て、覚えていかなきゃなって思ってんだけど、やり方いろんな人ね、あるから、どれがいいかなとかって。だんだんね、自分でやってるうちにオリジナルになってきてる。自分がいいようにやってる。いいのかな？そんなもんだよね。この人がやってるから、こうやった方がいいとかっていうの、自分がやりやすいように、正しいのとかって、多分これが絶対正しいとかっていうのないんじゃないかなって最近思ってる。結局さ、自分で作りたいものが形になるように、編めればいいかなって思ってます。で、ちょっとみんながさ、編んでる靴下、あの人気の靴下かな？わかんないけど、何色で編んでんのかな？何色が好き？みんな何色の靴下とか好きなんだろう？いや、靴下だけじゃない。編むときさ、どうしても、私はね、このね、緑色系が多くなる。深緑とか、あと緑、茶色とかもさ、好きでね、毛糸買うとき、茶色とかグレーとかね、緑が多いんだ。最近ね、このピンクにはまってっけどね。
やっぱね、好きな色とかってあるでしょ。どうしてもこの色買っちゃうなみたいな色って、そういう色って何色だろうって知りてあ、やっぱそう、だって売れる色いっぱいね、お店も仕入れてると思うからね。なんか黒はさ、編みづらいじゃん。あれちょっと絡まっちゃったね。ちょっと暗い色になってくと編みづらいからね、夜見えないの。なんか私声裏返るよね、すぐなんか見えないのとかって。自分でね、あの動画編集してて、こういう喋り方なんだな私って思ってる。あのね、機会があったらね、皆さんもなんか自分がね喋ってんのを撮ってみて、面白いよ新しい発見とかね、こうふざけたこととかさ、普段できないことをカメラの前でちょっと撮ってみるとかすると、新しい自分発見できると思うよってね、動画YouTube に上げてみるとか私のほら試しにやったのがこんなことになっちゃってっけど、なっちゃってっけど楽しいからさやってみてみたいな誘惑してんだっけみんなね、よしと、こんな感じで今回は、もしかして何かかな、まあ終わりだな、この辺で。今日もくだらない話に、いや私的にはね、あの自分では笑って喋ってっからね、楽しかったけど、見てる人が楽しいとは限らないって思いながらそれでもアップしていこうと思います。どうしても暇だなっていう時に遊びに来てねっていうことで、またね。じゃあね、編み物を楽しんでてね。あの暑かったり寒かったりするから体調崩さないようにね。またね。